前節は水戸に先制をされましたけれども、まあ、見事な逆転勝ちでした、うん、和田の同点ゴール、そしてその逆転ゴールは小川航基のゴールでした。この仕掛けハウスペースから低いボールにした、左足打った、長谷川こぼれる、いやそこ反応がありました田中雄大、いや田中雄大よくからね、はい、ここ神川の良い突破から最後ま相手の股を抜いたクロスでしたけども、長谷川も反転して左からロングスローきますね、次は江口ですね、はい、すらした残した、戻してきた右足だ、フォストもう一回先制秋田、しかもあのボレーは千田ですね、千田でした。まあ、ここ の, あのいつも秋田の監督おっしゃってるやっぱこぼれ球のところまでいかに集中するかっていうところの、まあ、本当に象徴的なシーンじゃないでしょうかね。ここで一人が競る、でそしてここでもこぼれ球が起きる、そこにも必ず誰かが反応する、ここ中村でしたけども、これも残す、うん、残す青木、ここ2対1局面、チャンス左を使ったチャンスになってきた、竹が来た右足強くいけません、抑えましたブローダー戦、それぞれの選手がいますが高いボールを入れた大外、キーパー触る、拾った松浦、残す、戻す、武田放った早いボール、ヘディングだ、なんとラストプレー小川航基でした。マイナス気味というか、まあ、小川の位置をよく見てましたね。このセットプレーのコーナーキックの、いやーこれはすごいですね。小川航基が5試合連続ゴールで勝ち点